今日はこのお花のシールを使ってお花のフレンチを作っていきます。これは100円ショップで買ってきたシールになります。今日使う色は、この白だけです。そして、このラメのこれポリッシュなんですけど、これで、フレンチのラメラインを引いていきたいと思います。あとは、クリアジェルになります。はい、それでは、まず白で、フレンチを描いていきます。使う筆は、フレンチの時に使う筆はこれですね。この斜めにカットしてあるこの筆を使って描いていきます。描き方は、まあやりやすいやり方なんでもいいんですけど、5本の指全部が、綺麗にそのフレンチの深さとか角度とかが揃っていることがポイントになります。まず真ん中の深さを決めたらこのように置いていって、まあジェルなので全然修正が効くので大丈夫です。どんどん寄っていってください。ちょっとこの今回から白のこのスタンドを使っているので、ちょっと白になってしまって見にくいかと思うんですけど、こんな感じ見えますか？まだ一度塗りなのでよく見えないと思います。このように、まあ、筆がもうカットしてあるのでなので、ポンポンとジェルを置いていくような感じでフレンチになってくれます。はい、ポイントはこのフレンチの終わりの部分、両サイドが同じ高さになるように、左右対称になるようにっていうのを気をつけて描いてみてください。それと今回のフレンチはお花のシールを置いていきますので、そんなにこの、クリアの部分とフレンチの白が乗っている部分の境界線が、まあ、うまく綺麗になる中にならなくても、ある程度はシールで隠したりラメで隠したりすることができます。はい、では5本フレンチ一度塗り目ですね、できましたので硬化していきます。2度塗り目は一度塗り目で描いた部分をなぞっていく感じですね。でムラがないように、5本の指同じ濃さになるように気をつけながらジェルを塗っていきます。一度塗り目でもうバシッとラインを、決めて綺麗に塗っておくと二度塗り目がとっても楽です。微調整をしながら二度塗り目で形を仕上げていきます。フレンチをやるときの気をつけることなんですけど、あまりこのジェルが多すぎると、爪の先がボテッと重くなってしまって、バランスがなんかおかしくなってしまうんですね。なので、もちろんきちんと色が出るように二度塗りしていくんですけど、必要以上にジェルの量が多くならないように気をつけるようにしてください。はい、では5本
全部塗れましたので硬化していきます。硬化ができました。で今からラメラインを引いてシールを乗せていきます。シールを乗せますので、まず未硬化汁を拭き取ってください。はい、未硬化ジェル拭き終わりました。そしたら、まずラメライン引いていきます。このポリッシュを使っていきます。これは、100円ショップじゃないんですけど、これは開けるとこのように筆が長くなっています。ですので細い線を引くのにぴったりな筆になっています。今日はこれを使っていきます。ではラメライン引いていきます。大丈夫です。もし失敗しても最後お花のシールで隠すことができますので、どんどん引いていってください。はい、こんな感じでラメラインが引けました。これはマニキュアですので硬化する必要はありません。はい、ではシールを貼っていきたいと思います。ピンセットでシールを取って置いていきます。はい、こんな感じでシールが貼れました。ちょっと、あと少しバランスを取るためにストーンを乗せていきたいと思います。つけたいところにクリアジェルをポンポンと乗せていきます。少し色がついてます。はい、こんな感じでストーンがつきました。スワロフスキーの、ライトシルク、それとピンクを足しました。では、硬化をしていきます。はい、硬化ができました。あとはクリアジェルを塗って、硬化して未硬化ジェルを拭き取って終わりになります。はい、クリアジェル塗れましたので硬化していきます。はい、じゃあ最後に未硬化ジェルを拭き取って終わりになります。はい、完成です。